俺の名前は板倉浩二。地元から離れた大学に通っている。俺の両親は地元では有名な教師だ。生徒に慕われ信頼され、周囲からは立派な人と評価されている。そんな親を持つと、みんな俺のことを板倉さんの息子さんとしか見ない。それが嫌で、大学の進学と同時に地元から離れた。親を頼らなくても大丈夫だと証明をするために、大学は奨学金で通い、仕送りも拒否。勉強以外の時間はバイトに充てている。しかし正直生活は苦しい。お腹すいたな。給料日前だから財布の中には200円しかないし、早く家に帰ってもやしでも茹でて食べ。ん？なんかいい匂いする。こっちからだ。あ、たこ焼き屋さん？よかったら買っていってや。6個入り300円やで。300円。200円しかないんだよな。せやったら100円負けたるわ。え、そんな悪いですよ。ええからええから。お、ありがとうございます。礼なんてええから、ランちゃんが作ったたこ焼き宣伝しといてや。わかりました。たこ焼きなんて久しぶりだな。今日はこれを晩ご飯にして。へっくしょ。ん？今何か聞こえたような。あっちかな。え、こんなところに女の子？しかもボロボロだし、何があったんだろう。あの、そんなところで何を。え、今のって。あ、すみません、これは、なるほど、お腹が空いてるのか。よかったらこれどうぞ。え、いいんですか？匂いにつられて買っちゃったけど、俺お腹あんまり空いてないからさ、遠慮なんてしないで食べて。ありがとうございます。ごちそうさまでした。すっごく美味しかったです。それならよかった。ランさんって人が作ったたこ焼きらしくて。ああ、え、今の音って。あははかっこつかないな。ごめんなさい、私一人で全部食べて。いいのいいの、気にしないで。俺が食べてほしくてあげたんだから。そんなことよりも君大丈夫？すごくボロボロだし、こんなところにいるのは危ないよ。とりあえず警察に保護してもらって。お嬢どこですか？おめえらこっちにお嬢がいたぞ。お嬢どこに行ってたんですか？探したんですよ。とりあえず帰りましょう。親父と話すべきです。え、なんだこの人たちは。わかったわ、とりあえず帰るからみんな泣かないで。見つかってよかったよかったよ。あのお騒がせしてすみませんでした。よければお名前を教えてくれませんか？え、ああ板倉です。板倉浩二です。浩二さんですね。このたこ焼きのご恩は必ずいたしますので。さあお嬢行きますよ。本当に何だったんだ。そんな妙な出会いからしばらく経ったある日。お腹すいた。もやしもそろそろ飽きた。もやし以外が食べたい。できればお米が食べたい。やっぱり親に頼らずやっていくなんて無理だったのかな。あ、誰か来た？はーい、どちら様ですか？浩二さん、お会いしたかったです。この前は本当にありがとうございました。え？いろいろ落ち着いたので恩返しに来ました。はい？誰？こんな美人な知り合いなんていないよ。あ、すみません、挨拶が遅れましたね。私の名前は八王子かなめ。この前たこ焼きを食べさせていただいたものです。あの時の？全然違うからびっくりしちゃった。っていうかあれは俺がやりたくてやっただけだから気にしなくていいのに。そういうわけにはいきません。うちの組は義理人情を大事にしているんです。組って？私は八王子組組長の一人娘なんです。え、八王子組ってこの辺りで有名な矢のつく自由業の皆さんじゃないか。勝手ながらあなたのことを調べさせてもらいました。だいぶ生活に困窮していますよね。まあその、よろしければ私の家で住み込みで働きませんか？え、それってどういう。私の世話係になってほしいんです。どうですか？勉強もできるみたいなので教育の方もお願いしたくて。もちろんお給料もお渡ししますし、
組の人間も中身はいい人たちなので安心してください。ああ、バイトをしてても家賃、学費、教材費で飛んでいく方が多い。それにいろいろ限界だったし、ここは素直に好意に甘えるのもありかな。本当にいいの？俺が教育係で。あなたがいいんです。それじゃあその好意に甘えさせてもらおうかな。これからよろしくね、かなめさん。はい。こうして俺はかなめさんの元で働き、一緒に暮らすことになった。最初こそこわもてのみんなに戸惑ったが、彼女の言う通り、みんな心根は優しい人たちばかりだ。かなめさんも俺に気を使ってくれたりして、過ごしやすいようにしてくれた。そんなある日、俺とかなめさんは一緒に勉強することになった。コウジさんって本当に教え方がお上手なんですね。わからないところもスルスルと理解できました。褒めてくれてありがとう。実はさ、俺の両親は教師で、地元じゃちょっとした有名人なんだよ。だからかな、そんな両親に教えてもらってたら自然と身についたんだ。そうだったんですね。でもちょっとだけ複雑な気持ちなんだ。複雑とは？俺も教師になりたいんだ。だけど親がそれだけ有名だと二代目としか見られないんだよ。俺がどれだけ頑張っても両親の息子なら当然って、そう見られるのが少し悔しい。私はコウジさんはコウジさんだと思います。ご両親なんて関係ありません。親が立派でも努力し身につけたものはあなたのもの、あなた自身の実力です。いつか周りの人もきっと分かってくれますよ。かなめさん、ありがとう。この日をきっかけに一緒に予習や復習をするのが日課になっていった。同じ時間を共に過ごしているうちに、俺は彼女に惹かれていった。そんなある日、重い。とりあえずこれを倉庫まで運ばないと。うわぁ、つ、ごめんね、かなめさん、荷物で前が見えなくて。その、怪我はないので気にしなくていいんですけど。けど？この体勢はちょっと恥ずかしいです。うわぁ、ごめん。ダメです、許しません。え、どうしたら許してくれる？今度のお休み一緒にお出かけしませんか？お出かけ？はい、一緒に住んでいるのにまだ一度もお外で遊んだことないですよね。だからずっと一緒に出かけてみたくて。ダメですか？ダメじゃないよ、むしろ喜んで。こうして俺とかなめさんは一緒に遊ぶことになった。当日俺とかなめさんは思い切り遊びまくった。ボーリングもカラオケもゲームセンターも楽しかった。こんなにはしゃいだの久しぶりです。かなめさんが楽しんでくれたならよかったよ。そうだ、少しお腹空きませんか？あっちに可愛いカフェがあって。いて、大丈夫？私は大丈夫。すみません、お怪我はありませんか？いいえ、こちらこそ前を見ていなくて。え、もしかしてかなめさん？あなたは、ごめんなさい。ちょ、待って、かなめさん！どうしたの、いきなり。さっきの人は一体？あの人はお見合いの相手なんです。お見合い？実はコウジさんと出会った時、私はお見合い相手から逃げていたんです。え、そうだったの？はい、でも相手が悪いわけじゃないんです。ただ決められた幸せが怖くて、自分の意志ではない決められた未来が怖かったんです。だから逃げ出してしまって。私は、あのさ、かなめちゃん、小腹が空いたね。何か食べて帰ろうか。そうですね。何がいいかなって。この匂いはやっぱりランちゃんのたこ焼き。およ、あの時のお兄さんや。また買いに来てくれた？今日はちゃんと帰るよ。毎度、やけどせえへんように食べや。いただきます。うん、おいしい。はい、コウジさんもどうぞ。ありがとう。おいしい。たこ焼きだけやのうて、二人も熱々か？え、いや、そういう関係じゃ。私たちはそんな、うわははは、青春やな。この日を境に、俺はますます彼女に惹かれていった。一緒にいればいるほど、かなめさんのことを知りたくなった。そんなある日のこと、俺はかなめさんのお父さんに呼び出されていた。内容は、
娘に見合いをするように頼んでくれとのことだった。受けちゃったけど、かなめさんはお見合いを嫌がってるし、でもお父さんの気持ちもわかる。どうすれば。この間の。ああ、ランちゃん。青年よ、なんか悩んでるみたいよな。どうしたんや。話くらいなら聞いたるで。実は。なるほどな。とりあえず一つだけ言えることがあるわ。え、何ですか？自分の思い描く相手の幸せイコール相手が望む幸せとは限らへん。もしかしたら彼女の幸せは別にあるかもしれへんで。とりあえずこれでも食べてしっかり考えや。ありがとう、ランちゃん。翌日。お話って改まってどうしたんですか？実はかなめさんに伝えたいことがあるんだ。伝えたいこと？それは一体。お見合いをしてほしい。今なんておっしゃいました？かなめさんにお見合いを受けてほしいんだ。組長が、あなたのお父さんがかなめさんの幸せを願っている。相手はいいところの企業の息子さんで、性格も優しいらしい。あなたを大事にしてくれると思う。かなめさんの幸せを考えればお見合いをするべきだ。わかってます。父の気持ちも理解しています。でもそれでもお見合いなんてしたくない。あなたなら分かってくれると思っていたのに。かなめさん、最後まで話を聞いてください。ここまでが俺の建前です。え、建前ってどういう？不義理を承知で言います。俺、板倉浩二はあなたを、八王子かなめを愛してしまいました。俺は大企業の息子じゃない、できた男でもない。だからあなたを絶対に幸せにできるとは言い切れない。でもこの先どんな苦難も共に乗り切れる自信がある。かなめさん、愛しています。コウジさん、私もあなたが好き。誰もが見て見ぬふりをしたボロボロの私を助けてくれたあの日の夜から、私の心はあなたのものなんです。だからお礼としてあなたにここまで来てもらったんです。ずるいって分かっていたけれど、恋心が止められなかった。いえ、ありがとうございます。そのおかげで俺はかなめさんの魅力に気づくことができた。コウジさん、好きです。愛しています。俺も世界で一番愛してる。思いを伝え合って恋人同士になった翌日、俺とかなめさんは親父さんの元へ来ていた。すみません、俺はかなめさんを愛してしまいました。なので彼女のお見合いを取り下げてくれないでしょうか。どんなことがあってもかなめさんを守ると誓います。お父さん、私も結婚するなら彼がいいの。だから。そうか、なら見合いはこちらから断っておくよ。え、いいの？本当に？私はお前の幸せを願って見合いを進めただけだ。だがそれは幸せの押し付けだったのかもな。すまなかったな、かなめ。お父さん、私、お父さんの気持ちはとても嬉しかったから本当にありがとう。そうか、ならよかった。コウジ君、君も無理に組を継ぐ必要はない。夢があるなら肩にとして生きて二人の幸せを歩みなさい。ありがとうございます。こうして俺とかなめさんの関係は無事に受け入れられることになった。ちなみにお見合い相手の人からも幸せになってくださいという言葉をもらえた。俺はというと、意固地になるのはやめて自分の両親とも向き合うようにした。彼女と幸せな未来を歩むならこのままではダメだと思ったからだ。素直に気持ちを伝えるのは恥ずかしかったけれど、二人は俺の夢を応援してくれた。いやー、二人とも幸せになれたみたいでよかったわ。ランちゃんのおかげだよ、ありがとう。そんなことない、二人が頑張ったからやで。でもこのたこ焼きがキューピッドなのは間違いないよ。幸せのたこ焼きだね。あ、コウジ君。何？ここにソースついてるよ。あ、かなめさん。あー、もうあっつあつやな。これからも俺たちはお互いを支え合いながら幸せな道を進んでいこうと思う。